くれたんだ。大切な人を心の中にですね、思い浮かべながらこの曲を聴いていただきたいと思います。最後、ひまわりという曲聴いてください。新作でした。ありがとうございました。
モザイクツアー2017オープニングアクト清水さんでした。どうもありがとうございました。